JFA 第46回全日本 U12 サッカー選手権大会決勝です。11年ぶり4度目の優勝を目指す千葉県代表柏レイソル U12 と、2連覇を目指します前回大会王者埼玉県代表レジスタ FC の一戦です。柏レイソルとレジスタ FC、共に優勝経験のある両チームの戦いということになりました。柏レイソルのアカデミーチームでありますこの柏レイソル U12 千葉県代表、こちら10番注目の稲田陸、さあ対するこちら埼玉県代表のレジスタ FC です。今回で2年連続5回目の出場、ここまで4大会出場してうち2大会で全国制覇、今回2連覇に挑むというこのレジスタ FC です。JFA 第46回全日本 U12 サッカー選手権大会決勝、千葉県代表柏レイソル U12 対埼玉県代表レジスタ FC の一戦です。この試合の放送の解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはレジスタがしっかりとスローインを獲得していきました。どんなところ注目して見ていきましょうか。やっぱゴールに近いところにまず攻め込んできますよね、レジスタは。ただレイソルはしっかりとした守備がありますからね、はい、さあサイドからチャンスを作っていくかレジスタ、主導権の握り合いになったがここは柏レイソルボールに変わりました。さあそして今日は応援サポーターとして俳優として活躍されています樋口康平さんにお越しいただいています。樋口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご自身も、J リーグの育成選手としてプロを目指していたというところで、はい、この試合楽しみなところどんなところでしょう。いや柏レイソルの方はすごく縦の突破が速いので、それをこうどうレジスタの方が対応してくるのかなというのもすごい注目ですし、10番同士の対決というのもすごい楽しみなのでちょっと応援していきたいなと思います。こちら、はい、柏レイソルの10番稲田陸です。柏レイソルのエースストライカー10番稲田陸です。さあ全国大会の決勝、8159チームの頂点をかけた決勝戦、立ち上がりはどうでしょうか。さあこちら注目10番の稲田です。さあ右サイド9番の金原、縦切り返していく、左足フリーだ、持っていってシュートを打ってきました。いいチャレンジですよね。優勝は柏レイソルです。最後の切り返しなんか足首だけでターンしますからね。そうですね。そうですね。こちらのシーン、この辺のレベルが今の育成年ではやっぱりいいとこ持ってますよね。うん、体の使い方がすごい上手いですよね。見てて、まずチャンスを作っていきました9番の金原春です。さあこの試合は11人制ではなくて8人制で行われています。また審判は1人審判制が取り入れられています。この試合20分ハーフで行われます。20分ハーフ、40分で決着がつかない場合5分ハーフの延長戦、それでも決着がつかない場合は3対3の PK 戦で決着がつけられます。さあそして今日の主審です。主審が金田原ひろみ、補助審判として浜田海里が入っています。全国大会の決勝です。柏レイソル U12 黄色のユニフォーム、さあ右サイド高いショットで4番の岡本、さあその4番の岡本縦にスピードがあります。クロスを上げるニアサイド稲田、ここはゴール前、冷静にかわしていきました。13番の中根ひなたレジスタ FC、 やっぱあの辺のボックス内の守備の落ち着きが重要ですよ ね。さあまずは柏レイソルが右サイドからチャンスを作っていきました。こちら4番の岡本春、さあ10番のエースストライカー稲田陸にボールが通る、マッチアップです。さあどうか、ここは22番レジスタ FC キャプテンの本島寛太が体を入れていきました。さあボールが空中にある時間が続いています。さあボールを奪った19番の足立一平レジスタ FC、 中央クロス入れていく、ここはありません、右サイド佐藤が抜けてシュート、まだあります。これはどうか、左足決まりました、決まりました。レジスタ FC 2連覇に向けてエース10番佐藤太郎の先制ゴール、前半4分レジスタが先制に成功しています。さあ北澤さん、まずはレジスタが先手を取りました。足立君のキープからね、渡辺君がねスッと後ろから出てくるんですよ ね。一瞬空いてる佐藤君見逃さなかったですよ ね。 そうですね、ちょっとトラップ外側に逃げたんですけどね、2人でよく押し込みましたよね、流し込んでいきました。いや樋口さん、まずはレジスタが取りました。はい、ちょっと落ち着きがすごいなっていうのがあるんですけど、さあ対する柏はどうか、ナイスキーパーです ね。さあこちらいい守備を見せていきました青のユニフォームレジスタ FC1 番ゴールキーパーの太田春日です。
さあそれでは1点を追いかける展開になりました柏レイソル。さあゴール前どうか、ここはオフサイドの判定です。さあその1点を追いかける柏レイソルのスターティングメンバーです。ゴールキーパー16番の吉口雄二郎、右に4番の岡本春、13番センターバック清川空、左に2番の高橋雄生、中盤真ん中の位置に7番の菊池夢と、右に9番金原春、そして左14番現在2試合連続ゴール中の14番ドリブラー深谷壮馬、そしてワントップエースストライカー、ここまで大会6ゴールの10番稲田陸キャプテンが入っています。さあレジスタボールを奪った、左高橋蓮縦突破していく、どうかこのマッチアップ、後ろ出ていない、これはどうか佐藤後ろ使うか、後ろ使って渡辺のシュートだ。高橋君ギリギリまでラインギリギリまで来ましたね。高い位置でボールを奪って、そしてこちら9番の渡辺守張、レジスタ FC5 年生のシュートでした。さあゴール前どうか、これはボールを詰めているアナシッペ、ただなんとか難を逃れた柏レイソル、もうプレーさせないにプレスかけてますよね。玉際ハードワーク、そういったところを中心にプレーをしているレジスタ FC です。さあ1点を追いかける柏レイソル U12 サブのメンバーです。3番大塚翼、5番の飯島啓太、6番の港正重、8番の石川東真、そして11番の進藤栄太、さあ右サイドスペースが空いている、9番の金原から中深谷スルー、ここはなんとかクリアをしていきました。さあそして5年生の足立一平がボールを収める、これは手前のランタッチボール出たぐらいですからね、ずっとプレーしましたからね、切れずに、すごい展開ですよ。まあ、そのあたりもレベルの高い試合でしょう、ね、続いています。柏レイソルサブのメンバー紹介を続けます。ここはどうか、なんとかクリアをしていきましたレジスタ FC。 柏レイソル11番の進藤栄太、12番の沼畑健吾、そして25番の沼田拓磨です。柏レイソルの指揮を取るのが三牧浩介監督32歳、まあ、自身も柏レイソルのアカデミー U15、U18 でプレーをしました、まあ、柏レイソルのアカデミーで育ち多くの指導者に影響を受けてきた、自分もいつかそうなりたいということでこの指導者を志したという三牧浩介監督。さあ1点を追いかける柏レイソル、1本目のコーナーキックです。長身の清川空も上がってきた13番、さあ深谷がスルスルと近寄っていくが、ファーサイドの中清川のヘディング、いや菊池くん7番菊池くんいいボール蹴りますね、いいボールですね、その菊池のボールに合わせていたこちら13番の清川空です。曲げたボールをしっかり蹴るっていうのがすごいなと思います、本当に小学生とは思えない気持ちですよね。まあ菊池くんのゲームメイクは素晴らしいですからね、さあそして1点を先制しているレジスタ FC、 画面下フォーメーションご覧いただいています。さあ激しい展開続いていますが、ゴールキーパーが1番の太田春日、右に22番本島寛太、左6番の佐藤つくさ、まあ、この選手は自由にプレーをするのでちょっとピッチ上どこにいるかというところ、まあ、見ていただきたいと思います。そして中盤9番渡辺守張、そして右13番の中根ひなた、中央にエースストライカー10番の佐藤太郎、そして左11番の高橋蓮、そしてワントップの形19番の足立一平です。さあボールを拾うレジスタ、ね、ここで拾うんですよね、佐藤つかさです。さあ高橋蓮縦スピードがあります、仕掛けていく、左足クロス、中央どうか、いい仕掛けからのクロスですね、早いですよね、早いという声も出ました。11番のこちら高橋蓮縦になって縦の仕掛けを数多く増やそうということをもう実践してくれますからね、素晴らしいですよね。そして最後渡辺守張、まあ、先ほどはアシストもありました渡辺守張のヘディングシュートがありました。さあゴール前清川が対応します、縦プレッシャーをかける19番の足立一平、準決勝では2ゴールレジスタ FC、 さあこのビルドアップしながらですからね、いいチャレンジですね、はい、ボールをポゼッションしながら繋いでいく柏はレイソル U12 です。さあレジスタ FC のサブのメンバーご覧いただいています。ゴールキーパー21番の中村海里、2番の赤荻蓮之介、3番の高橋凪人、4番の大貫龍馬、7番の長谷川隆弘、8番の中本曹操、18番の本田正武、20番の杉山啓太というサブのメンバーです。なお今大会1回下がった選手も自由にまたピッチ上戻ることができるということになっています。さあ右サイドチャンスを作る青のユニフォーム、埼玉県代表2連覇を目指すレジスタ FC です。レジスタ今この状況で攻めてると、ね、
センターバック1人しか残ってないんですよ。あ、そうです、後ろ残っているのは22番で、も佐藤司君がもう中盤の位置に入っていて、この辺で調整するんですよね。攻撃人数を加えられるポジショニングを取ってるんですよね。8人制の加減を導入してますよね。カウンターちょっと怖いそうですね、ちょっとスペースありますけどね。そのあたり、まあ、この10番の柏レイソル稲田と22番レジステフ長島カンタのマッチアップというところも注目していただきたいと思います。この切り返し、金原君素晴らしいな。そうですね、さあ1点を先制しています。2連覇を目指すレジスタ FC です。レジスタの11番高橋選手のドリブルがちょっとさっきから効いてるんで、はい、見ていきたいなと思います。ここ金原君もドリブラーでいい対決ですよね。そうですね、はい、画面手前側のこのマッチアップというところ一つ注目ポイントになってくるかもしれません。さあゴール前柏レイソルがチャンスを作っていきます。右岡本春、さあ抜けるがここは手前タッチラインを割っています。さあ1点を追いかける展開になっています。柏レイソル U12、 これまで3度の優勝を誇ります柏レイソル U12 です。強い、まあ19番の足立一平です。レジスタ FC5 年生ですからね、準決勝では2ゴールありました。レジスタ FC19 番の足立一平5年生です。さあ対するこちら14番の柏レイソル深谷相馬、大事なところでゴール決めますからね、彼はね。準々決勝準決勝ともに決勝ゴールを挙げているのがこちら14番の深谷相馬です。でハードワークができますからね、楽しみで仕方がないですよね、はい、うん、個人的にちょっと深谷選手のドリブルすごく好きなので、うん、そうですか、はい、ちょっと見たいなと思います。頑張りたい、先注目していきたいと思います。さあ佐藤司がここでボールを拾います。ここ、ね、いいポジショニング取ってるな佐藤君。6番のレジス佐藤司、さあこちら深谷相馬、ただここは高橋蓮シュートを打ってきました。いいとこ予測してますよね、左にいるんですよ高橋君ね、まあ、そこからしっかりとシュートを放っていきました。レジス FC ボールを回収しています。さあ1点を追いかける柏レイソルのベンチの様子を聞いてみたいと思います。鹿児島読売テレビの横山あさみアナウンサーです。横山さん、はい、先制された瞬間控えの選手手を叩いて大丈夫と選手たちを鼓舞していました。試合前三脇監督はレジスタとの戦い方は選手たちが一番よく分かっている、だからこそ一人一人個性を出し切って楽しめと声をかけていました。まあ、今大会は、まあ、北澤さん、中にクロス上がってくる、清川ヘディングクリアです。さあここも高橋蓮がボールを拾う。さあ先ほどこの高橋の突破からチャンスが生まれた、中にカットインしていきます。6番の佐藤司から右サイド、13番の中根からクロス、中央渡辺だ、フリーかどうか、ここは9番の金丸が、さあ稲田がスルー、これはどうか、裏へ抜ける、ただレジスタ FC キャプテン22番の本島寛太の対応です。そうなんですよね、もう出てくる前に近いところで相手を見てましたからね、本島くんね、いい対応ですね本当に。けどこうやって粘り強く柏レイソルを守りながら自分たちのペースに少しずつこう切り替えていく手段を持ってますからね、まあ、今年は主導権を握りながら、まあ、選手たちの個性、まあ、本能といった部分も大切にしながら指導してきている三牧監督です。さあ裏への対応、高橋蓮クリアをしていきました。さあ対するレジスタ FC のベンチの様子を聞いてみたいと思います。日本テレビの小高真央アナウンサーです。小高さん、はい、先制点の瞬間、一方のレジスタの藤谷監督、思わずガッツポーズ、そしてベンチ全員が飛び出していきハイタッチ、喜びを分かち合っていました。さらに守りに転じるときは藤谷監督、手を横に振って戻れ、ラインを上げろというふうな指示も出しています。2連覇という気持ちもあるが、今日は強い気持ちで熱く、とにかくレジスタらしく戦ってほしい、そう話しています。まあ、レジスタらしくという話がありましたが、北澤さん、ここまで、まあ、ハードワークだったり、このレジスタらしさというのはしっかりと存分に発揮されていますね。スピード感があって、やっぱ思い切りがいいですよね。で、バイの仕掛けやっぱ数多く出てますからね。そのあたり、まあ、この後も今みたいに戻るところもそうですよね。そうですね、はい、11番の高橋がよく戻りました。レジスタらしさ、球際1対1、ハードワーク、切り替え、まあ、こういった部分を大切にしています藤谷直弘監督です。まあ、今年のチーム、まあ今年のチームは決して期待をされていた代ではなかったんですと、まあ、練習試合もなかなか勝てない時が続いたんだけども、まあ、3年間を通して、そしてこの大会を通しても
成長を続けているというこのレジスタ FC です。まあ、J クラブに対してやっぱり勝てるマッチクラブでもありますからね、レジスタこれまでもね。さあ縦仕掛けていきます、中根、中根君仕掛けしますね、縦いきますよね、レジスタはね。まあ、両サイド本当にいい仕掛けを見せています。逃げないですよね。まあ、現役時代はサイドハーフをされていたという樋口さんですが、どうでしょう、はい、レジスタのこう両サイドの突破というのは見てていかがでしょう。あの怖いですよね、やっぱりこうすごい怖いサッカーをされるなというのをすごい今の印象で、なんかこう見てて面白いというか、なんか全然飽きないサッカーをずっとしているので面白いなと思いますね。こう見応えのある展開の速い試合が続いています。さあ鹿島レイソル抜けている、金原 B サイド稲田、エースの稲田、ここは9番の渡辺修張がよく戻りました。切り替えがすごいですね。どんだけプレスバックしてるんだ、何人戻ってきました、5人ぐらい戻ってきましたね。ほとんど全員が戻って守備をするというこのレジスタ FC です。前回大会の王者レジスタ FC、まあ、2連覇を目指してという戦いになっています。まあ、連覇というところでいきますと、2004年から2006年にかけて、まあ、3連覇横浜 F マリノスが達成しました。まあ、ただそこから16年連覇を達成したチームというものはありません。その16年ぶりの偉業に今挑戦をしているというのがこちら埼玉県代表青のレジスタ FC です。まあ、画面下歴代の優勝チームもご覧いただいていますが、まあ、北澤さん、はい、まあ、ここ3大会連続は、まあ、いわゆる J の下部組織ではなくてマッチクラブ。さあここはどうか、佐藤太郎拾っていくな、拾っていきました。集中力の高いというか見逃さないやっぱシーンが多いですよね。ゲームの読み合いですよね。ほらここも読んで出てきましたね。よく出てきました。考えてプレーしたら遅いですからね、佐藤司がよく出てきました。さあ点をリードしているレジスタ FC、 こちら6番の佐藤司です。ここで笛が鳴って柏レイソルボールに変わりました。第4 JFA 第46回全日本 U12 サッカー選手権大会の決勝、柏レイソル U12 対レジスタ FC 埼玉レジスタ FC の一戦です。前半16分を経過しています。中根君、さあゴール前佐藤太郎、ただここは粘ります。鹿島レイソル、清川空がボールをキープ、前線10番の稲田、ここはどちらがボールを収めるか。10番の稲田から、さあゲームメイクに定評があります7番の菊池夢人です。7番の、さあそして深谷にボールが渡る、14番のレイソル深谷です。ただボールを奪ったのはレジスタ、一旦ボールを下げます。レジスタ裏のスペースを使いに行く佐藤太郎、可愛いです。確かにですね、戻りましたね。よく戻りました。菊池君のゲームメイクは素晴らしいですからね、こういう左の高橋優さんボールを奪って、ね、菊池夢人が展開をしました。フォワードからすると今のすごい嫌なんで。あ、そうですか、はい、さあ稲田がスペースを使います。10番の稲田、クロスを上げるファーサイド、14番の深谷、そして13番のレジスタ中根のマッチアップ。中根がボールを奪う、縦に運んでいきます。中根裏へのボール、足立一平というところ、ただここは清川です。10番の金原レジソルです。ただここはどうか通るか、縦はやっぱ見てますよね、つなぐっていうことを意識してるんですけども、横だけではなくて縦を見ながら横を使うというね。さあこの14番の深谷と柏レイソル2番の高橋優生、この2人の連携というところにも注目をしていただきたいと思います。だいぶ左サイドの連携が、ね、出てきましたよね。そうですね、はい、前半17分を経過しています。20分ハーフで行われますこの決勝戦、前半もうあっという間に残り時間が少なくなってきています。1対0、埼玉県代表のレジスタ FC がリードをしています。近いところで見るんですよね、元島寛太、まあ、声でチームを統括、まあ、今年のザ・レジスタと元谷監督が評するのがこちら22番の元島寛太です。まあ、それに対して10番レイソルの稲田君がね、足元だとマークが厳しい、じゃあスペースで受けるのか、この辺の、ね、プレーの変化という期待したいですよね。はい、策を見つけられるか柏、さあまた上田どうか、中3枚、岡本のクロス逆サイド、ここは14番の深谷相馬がボールを収めます。後ろの高橋優生、さあどうか、縦仕掛ける、仕掛ける、ここはどうか、突破をする、上がる、中谷稲田どうか、出したわ、足をよく出しました13番の中根。ただ2番の高橋優生、柏レイソルいい攻撃を見せていきました。そうですね、縦の仕掛け出ましたからね、高橋君ね、
サイドの仕掛け徐々に活発になってきています。柏レイソル U12、 レジスタ本当足が最後伸びますよね。そうですね、ドリブラーとしてすごい走り切ってると思うんですよね、はい、粘り強い守備というのもこのレジスタスピリッツ、レジスタらしさというところです。さあ10番の佐藤太郎がボールを追っていきます。いや佐藤太郎君は本当にいろんな場所に出てきますよね、ハードワークもしっかりできるこの一瞬のスピード代表抜きされ佐藤太郎。さあマッチアップどうか、ここは2番の高橋優生、さあ7番の菊池、ここから展開ができた、いいボールが入りました。さあ10番の稲田、元島とのマッチアップどうか、裏のスペース、いやもう面白いですよ今の、いいアイデアだと思いますけどね。1番の太田春樹が抑えました。こちら10番の稲田陸です。足元じゃなくてちょっとしたスペースに受けようとしたところにね、菊池くんの見事なパス入りましたからね、展開力あります。7番の菊池、さあ4番の岡本、さあ14番の深谷です、うん、ただここは9番の渡辺、裏へのボールを狙っていきました。さあ20分ハーフの前半戦、まもなくその目安20分を迎えようというところ、1対0埼玉県代表レジスタ FC が1対0リードして前半を終了しました。10番佐藤太郎の先制ゴールで2連覇を目指すレジスタ FC が1対0リードして前半を折り返しています。JFA 第46回全日本 U12 サッカー選手権大会決勝、柏レイソル U12 とレジスタ FC の一戦、後半に入っています。さあ10番の稲田にボールが入る、左サイド展開、柏レイソルサイド高い位置を取ります。2番の高橋、中にカットイン、右足クロスかどうか、ゴール前ボールを拾ったのは柏レイソル、4番の岡本、ただここは厳しくいきます、縦に抜けている岡本、クロスを上げた逆サイドどうか、元島のクリアです。柏レイソルいい配置ですね。まずは前半攻勢を強めていきました柏レイソル U12 です。さあ交代がありました、柏レイソル9番の金原春に代わってこちら12番の沼畑健吾が入っています。まあ、非常に柔らかいタッチ、しなやかなドリブルが武器のこの12番沼畑が入っています。ファーストタッチ前向きましたからね、まずチャンスを見せていきました。さあ1点を追いかける柏レイソルです。北澤さん、この後半まずはレイソルが追いつくため、まあ、ポイントどういったところに不安になってくるでしょうか。まあ、思い切って積極的に後半レイソル入ってきましたよね、はい。まあ、ですから自分たちっていうのもありますけど、監督のこう導き方がありながらやっぱいい入りができたのは大きいですよね。田辺さん、はい、ハーフタイム中の三巻監督の指示なんですが、はい、守備は球際それだけで、攻撃面はもっともっとサイドチェンジを増やしていけと、でフォワードが1対1の時はスペースをうまく使えと指示を出していました。サイドチェンジ、そしてまあスペースをうまく使うというところでしたが、北澤さん、これどのように全体的にやっぱレジスタボールサイドによるので、はい、そこでキープした後逆サイドの展開というところを狙った方がスペースが空いてるという考え方だと思いますけどね。どうしても集中しすぎるとやっぱ視野が狭くなるので、いいアドバイスだと思いますけどね。さあサイドチェンジを図っていったのは青のレジスタ FC です。ボールを拾ったのは柏レイソル U12、 画面下フォーメーションご覧いただいています。右に12番の沼畑が入っています。さあワントップ10番の稲田、ここでボールを拾えるようになってきました柏レイソル。そうですね、この広げですよね、ここですね。さあ岡本、スペースが空いている、そのサイドのスペースからシュート、後半1本目のシュート、柏レイソル4番の岡本春です。岡本君のドリブル精神力ありますからね、まあ、やはりこうハーフタイムも話に上がっていたサイドのスペースというのをうまく使っての、ね、その辺のゲームメーカーは菊池くんですよね、菊池くんのコントロールですよね。7番の菊池、さあ10番のエース稲田、ボールを持つシュート、ただここは22番レジスタ元島がしっかりとブロックをしていきました。田辺さん、はい、一方のレジスタベンチ、ハーフタイムの指示なんですが、シンプルに1点を守るために頑張るんじゃないぞ、後半は積極的に攻めていこう、そう言って選手たちを送り出しています。そうですか、こちら藤谷監督です。牧田さん、まだここから攻め立てようというところですね。藤谷さん、声ガラガラですかこっちに向かってずっとコーチングしてきてますからね。まあ、この代の選手たち、まあ、レジスタ FC は、まあ、持ち回りで監督が変わるという、まあ、制度仕組みを取っているんですが、まあ、藤谷監督がこの代の選手たちを4年生から見て、今年6年生になるまで導いてきているという藤谷監督です。さあ足を出していきました、ここは笛が鳴って柏レイソルボールです。
2番の高橋蓮が仕掛けて展開されてレジスタもスライドしなければいけないのでちょっと遅れながらのディフェンスになりましたよね。2番の高橋雄生が仕掛けていったところでした。さあそして運動量に定評があります8番の中本壮壮が入ります。高橋ボールを奪う清川冷静にしっかりとボールを持ち直します。柏レイソル U12 岡本、ね、縦にスペースがあります。ここをどう使うか運んでいく中逆サイド展開この辺りも意図が見えるかもしれません。菊池のヘディングクリア2番の高橋雄生ボールを拾う。さあサイドどうか深谷を使うか。ただボール持ち運びます。さあ樋口さんも注目のこの深谷壮馬です、はい、準決勝が結構ワンツーが多かったイメージなので、そうですね、なんかサイドからこうワンツーを増やしていくのすごいいいのかなと思ったんですけど、そのあたりのまあコンビネーションも含めてこのサイドの高橋君と右の岡本君ですよね、はい、両サイドが出始めているのでワンツーの機会も増えると思いますし、さあゴール前1対1どうか。12番の沼畑が中に入ってきている。ボールキープ沼畑柔らかいタッチ、ここはどうか。前線ボール通るか本島がしっかりと対応していきました。ただボールを拾った柏深谷かわすどうか。なんとかクリアをしましたレジスタ FC。 ファーストプレーの後も、ね、セカンドアクションも切れてますし少しずつゴールに近づいてますねレイソルがね。前半と比べてこうゴールに近づくシーンが増えてきています柏レイソル U12。 まあレジスタは人を入れて少しシステムが変わりましたよね、3バックにしながら少し相手の守備を吸収しながら攻撃に変えてますよね。まあそれが入ってくるのは8番の選手なんですよね、中本壮壮が入ってこう少しフォーメーションが変わってきました。さあ柏レイソル U12 コーナーキックのチャンス。キッカーは10番の稲田陸。さあショートコーナー、おっと前を向いた中央クロス、どうか。この前まだあるぞ。足を伸ばしていきました。内君惜しかったですねけど我々も戻すと思ったらターンしましたからねちょっと我々も騙されてしまいました、はい、このシーンです。最後足を伸ばしていったのは19番5年生の足立一平。さあその足立です、出ていません。代わって入った中本、この大舞台でああいうアイデアが一つ出るっていうのが本当すごいなと思いますね。だけプレッシャーがかかればペナルティエリアの中で前を抜くというチョイスでした。さあ1点追いかける柏レイソルです。後半6分を経過しています。依然レジスタ FC1 点リード。シュートを打っていく。ただここはしっかりと抑えています高橋。ここも縦にスペースがある14番の深谷とのコンビネーションはどうか。深谷ボールをキープ。さあ逆サイド展開します。秋吉がしっかりと冷静です。高橋雄生、ただここは激しくいきますレジスタ。足立から裏スペース、ここも菊池長いボールが上がります。本当に U12 なんですか。そうですねレベルが高すぎて、これ球際激しくはなってるんですけど菊池君なんか言ってるのはレースを落ち着けと、プレーを慌てるなと。ですから一回横のプレーが入ったりとかっていう時間の作り方が変わってると思うんですよね。それの冷静さも兼ね備えてますよね。こういった熱くなる舞台、またこういう展開の中でもしっかりと落ち着いてゲームコントロールをできるのが7番の柏レイソル U12 菊池ゆめとです。田辺さん、その菊池なんですが試合前に自分は周りを使って周りをうまくコントロールして勝ちたいと話していました。まあ、そのあたり北澤さん存分にこの試合発揮されていますね。そうですね、レイソル7番菊池、レジスタの6番佐藤司君、この思考力はもう大人レベルだと思いますけどね。さあフリーキック蹴るのはレジスタ11番高橋蓮。狙うか、おい、これは狙ってきました。ただゴールラインを割っています。あの距離で樋口さん狙ってきましたね。いましたね、向かい手狙ったんですかね、蹴り方で。もうレイソルのキーパー吉口君もね来ると思って準備してましたね。構えてました、はい、しっかり対応を見せました。さあ7番の菊池から縦につけます。深
早相馬、このあたりは柏レイソルが落ち着いてボールを回す時間が少し増えてきているかもしれません。この菊池選手のポジショニングすごいいいですよ ね。間に間にずっと顔出してて、そうなんですよ、自分中心に線で全員が繋がるんですよね、居場所が。まさにこの柏レイソルの前線と中盤、全てをつなぐプレイヤーでもあります7番の菊池です。まあ、この柏レイソルとレジスタ FC、まあ、実は4月に行われました全国大会チビリンピックの関東予選、まあ、準々決勝で対戦をしているんですが、その際は柏レイソルが2対0でレジスタ FC を破っています。まあ、その再現なるかという柏レイソルです。さあどうか、11番の高橋蓮、いい対応を見せましたレジスタ FC。 まあ、関東でよく当たると思うんですけどもね、やっぱりレイソルの方が回数多かったんじゃないかなと思いますね。まあ、この成長を遂げてきてこの全国の舞台、決勝の舞台まで勝ち進んできたレジスタ FC、 2連覇に向けてレジスタ FC の挑戦が続いています。さあ14番の深谷、これは笛が鳴ってレジスタ FC ボールです。いい仕掛けを見せていったんですがレジスタ FC ボールに変わりました。6番の佐藤司です。どっちかというと、ね、相手のファウルかなっていうぐらいだったんですけどね、それでも深谷君文句言わずね、相手に大丈夫かっていうね、まさしくグリーンカードでしたね。気遣う余裕を見せました。さあ中根の仕掛け、クロス、ナイスボール、飛び込んでいきました。いいクロスでした中根。中根ひなたです。と前半よりも、ね、低い位置からの発射になるんですけどね、縦のトップからクロス、ジャック見ながら上げましたね。そして代わって入った8番の中本曹操が入っていきました。1点を追いかけます柏レイソル U12、 全国大会の決勝、8159チームの頂点をかけた戦いです。12番の代わって入った沼畑、藤選手すごいですね、あのボールもらう前ずっとチラチラ見てるんですよね。全体見てますね、ずっと見てますね。20分ハーフの後半、10分30秒を間もなく迎えようというところ、依然レジスタ FC 1対0リード。これもグイグイ相手ら仕掛けますからね、高橋君ね。さあ中央には足立、逆サイドには佐藤太鳳、仕掛けていきました。高橋蓮、チャンスはレジスタ FC です。本当この選手はよく動きますし、点も取りますしね、守りますし、チャンスも作りますし、いろんな役をやりますよね。まあ、正確なキックもあり、そしてドリブルで前に運ぶ力もあるというこの高橋蓮です。さあコーナーキック、ファーサイドどうか、中央、これは柏が先に触りました。ボールをどちらが先に拾うか、激しいぶつかり合い、かわしていく2番の高橋、ここはどちらが拾うか、レジスタの中根、中根が縦に仕掛ける、クロス上げる、ただ深谷がしっかりと体を当てていきました。北田さん、あと10分でですけど、レイソル同点をつくのはどうすればいいですか。まあ、サイドに振りながらね、こうスペース空いてるところから攻めるという落ち着いた攻撃がやっぱ後半良くなってきてるので、あとはこういったカウンターですよね、セットプレーの後の攻め方とか、そういうことが重要になりますよね。高崎くニアサイド、中根下りました、はい、さあかわしました、14番の深谷、ここから柏レイソル進められるか、切り返しましたが、ここはつながりません。さあ柏レイソル U12、 1点を追いかけます。右サイドに展開、まあ、本当にこの辺りも小学生とは思えないこうビルドアップの高い能力を見せています柏レイソル U12。 負けていても緩急つけながらやっぱりサッカーしますもんね、レイソルはね、将来性ありますよね、今年はワールドカップも行われました。まあ、その選手たちの活躍を見て自分も世界で活躍をしたいんだと、そう話をする選手がこの大会通じて増えています。まあ、そういった稲田君、受けれるか稲田君、ちょっと数少なく出ましたね、稲田君がね、受けるのね、木口君前で、そうですね、やっぱこれからの日本ね、ストライカーをどう育成するかですよね。やっぱ今回のワールドカップでもそこの課題っていうのは見えたと思うんですよね。さあ画面下、まあ、この大会、全国大会に出場した選手、まあ、三笘、板倉、そういった選手をご覧いただきました。そして柏レイソル U12 交代です。5番の飯島啓太が入りました。13番の清川空を下げます。さあ縦に仕掛ける佐藤太鳳、佐藤太鳳仕掛けていく、ただここは柏レイソル U12 がなんとか難を逃れました。
佐藤田を仕掛けていきました。実はこの佐藤田を中学生に上がりますと柏レイソルの U15 中学生チームに進みます。まあ、ですから佐藤にとっては、まあ、今対戦している選手たちが、まあ、来年からはチームメートになるという今回の戦いになります。こちら佐藤田をです、来年からのチームメートとこの全国の頂点をかけた戦いを繰り広げているということになっています。田辺さん、はい、その佐藤太郎に関して藤谷監督、一瞬のスピードがずば抜けている、違いを出せる選手だと公表しています。そのあたりも言われたいね、言われたいですね、さあ高橋からどうか、これはうまくミートしません。ただどちらが拾うか、中根がヘディングでスラス、高橋ボールを拾う、高橋優勢です。さあ変わって入った太郎君ですもんね、はい、変わって入った飯島啓太は、まあ、清川が入っていた後ろに入っています。入りましたね、まあ守備の中心だったんですけどね、強角もね、あよく見てる、いやいや止められなかったが、いやいいボールですね、いいボールです。樋口さんも思わず声出ましたがワールドカップで見るようなシーンだよ、そうですね、あと左利きっていうのがもうすごいかっこいいですね、このあたり本当に日本の将来を担っていく、まあ、そういった選手たちがこの舞台には揃っています。森保監督に名前呼ばれるつもりでやった方がいいと思いますよ。そうですね、森保監督の続投も発表されました。さあ4番の岡本春、この試合攻守において非常に運動量豊富な姿を見せています。先制ゴールの10番佐藤太郎、ずっと動いてますからね佐藤君ね。さあここはレジスタ FC ボール、後半20分で争われます。残りあっという間に5分です、このままいけばレジスタ FC が2年連続3度目の全国制覇を成し遂げるということになります。さあ一方柏レイソル、まずは追いつきたい、ただ拾ってレジスタのシュート、中根です、この試合中根君ポイントできますね、サイドからのシュートというところ、まあ、ドリブルで運ぶところ、積極的に樋口さん打っていきましたね。そうですね、でも今はもうどん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 打つのが大事だと思うので、シュートの選手が抜けてくる、さあ稲田ここはどうか、拾ってくる、左サイドどうか、あいいディフェンス、硬いですねやっぱり。こちら代わって入った石川斗真が、まあ、ゴール前チャンスを作っていきました。その石川です、柏レイソル8番の石川斗真、まあ、非常にテクニックのある左利きの選手です。ここまで大会1ゴールを挙げています。左サイドに入っている、さあ深谷うまく入れ替わった、かわす深谷中央、ここはファウルはありません。ビルマン氏がディフェンスのボールを拾った柏レイソル、優柔に4番の岡本、縦のスペースを使っていこうというところですが、ここは少し糸が合いませんでした。まあ、今もねドリブルしながらずっと寄せられているので、まあ、少し判断が、ね、乱れるところもありますけどね、ああいったプレーを、ね、これからも達成できればなと思いますけどもね、さあ決して期待されていなかった台、勝てなかった台というこのレジスタ FC、 こちら佐藤太郎のシュートで1点先制に成功しています。 JFA 第46回全日本 U12 サッカー選手権大会決勝、2連覇を目指す埼玉県レジスタ FC と11年ぶり4度目の優勝を目指す柏レイソル U12 の一戦、後半16分経過して中央クロス、ここはどうか、クロス、なんとか稲田につなげたい柏レイソル、ただ1点リードはレジスタ FC、 このままいけば16年ぶりにこの2連覇をこの大会で達成するということになりますレジスタ FC です。まあ、決して期待をされていた台ではなかった、それでも地道にやるべきことをやれる台、この大会を通しても非常に精神的に大きく成長している、まあ、監督も毎日この選手たちの成長に驚いているんですと、そう藤谷監督はレジスタ話します。まあ、藤谷監督がいて金杉さんがいますからね、そういったレジスタスピリッツを受け継いできました。出るか出るか、さあ対する柏レイソル優柔にここは潰します。さあそして2番の高橋優生が入って、沼畑健吾がアウトをしたという柏レイソル優勝です。結構変えてきましたね、ここはいい出だし、本島寛太、
この試合通して安定した守備を見せ続けています。さあ対する柏レイソル U12、 残り2分という中でどう攻めていけるか。高橋君が前の方に稲田君と並んでますからね、2トップになってますよね。2トップになりました。2番の高橋優勢、そして10番の稲田陸、まあ、この辺りは点を取りに行こうという北田さん、意図ですね。監督のシステム変更も選手も分かってやってますよね。入れてきながら収まれば、さあ、はい、数的同数、高橋優勢、中央には稲田、逆、深谷がいる、どうだ、うん、深谷体を張りました、レジスタ。まだありますね、これボールを拾ったのは柏レイソル。さあ、菊池です、ここからどう展開するか。ラスト2分になって縦にさらに速くなりました、ね、そうですね、はい。ただここはレジスタ FC ボール、残り1分になりました。レジスタ FC、 なんか失点は避けたいですね。レジスタ FC としては失点はせずにこのまま勝ち切りたい。対する柏レイソル U12、 3年前は決勝で敗れて準優勝、11年ぶり4度目の優勝に向けてまずは同点に追いつきたい。まだ絶対キープしてんな、5年生です。5年生ですもんね、すごい、あと1年、来年またこれからが楽しみな選手です。さあ残り30秒、後半20分、レジスタ FC 依然リード。このままいけば2年連続3度目の優勝。さあ右サイド、レジスタがボールをクリアをしていく。ただ拾ったのは柏レイソル、前線を上げていますが佐藤太郎、シュートを打っていった。佐藤太郎ナイスディフェンス、この時間になってもまだハードワークを続けます。さあ柏レイソルボールを奪いたい。ここでどうか、笛が鳴って、いやまだですね、まだ試合終了ではありません、はい、アディショナルタイム1分です。まだ柏レイソル1分の時間が残されています。ただボールはレジスタボール。さあ前線にボールを送っていきたい。アダチンでボールをキープ、よく奪いました。さあ深谷だ、うわー、来るなー、中村13番、さあゴール前、佐藤太郎シュート、佐藤太郎試合を決定づける2点目、エースが決めました。レジスタ2点目、全国制覇に向けてエース佐藤太郎が2点目を取りました。いや違いを出せる選手だわ、うん、この状況で追加点取れるという何もなかったですか ね、 ねアディショナルタイムに立ってレジスタ FC1 点を追加。ちゃんと決め切るっていうのがね、すごいですね。柏レイソル以上見せられるか。さあ高い位置のスローインです。アディショナルタイム目安の1分は経過しています。さあ柏レイソル2番の高橋、中央にはエースの稲田もいる、どうか切り返す、中央どうか、深谷だ、ナイスワンツー、稲田、素晴らしい深谷ダイレクトプレー、ただサイドがオフサイドの判定です。見えてるんですね、でもあれを横から来ると見づらいんですけどね。そしてここで試合終了の追い試合ですね。レジスタ FC 2連覇達成、2年連続3度目の優勝です。対する柏レイソル優秀に一歩及びませんでした。14番の深谷、10番の稲田もピッチに倒れ込みます。壮絶な試合になりました。北澤さん、はい、レジスタが2連覇を達成しました、まあ、ある意味完璧の戦い方だったんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、レイソルも1点も取れないで決勝を負けていくということは悔しいと思いますけども ねただ強さを見せました柏レイソル、それを上回ったレジスタ FC 埼玉県代表です。16年ぶりとなる連覇達成、そして2年連続3度目の優勝を成し遂げています。